き。サンドの飯よりお酒とゲームが大好き、マハパンチャジャパンの清楚兼癒し枠担当、星名歴です。今回は MW2 の動画になります。ついに来た新武器第2弾ということで、今日はこちらのショットガン KV ブロードサイドを使っていきたいと思います。今回使っていくカスタムはこちら、アタッチメント調整はこちらになります。はい、この銃最大の特徴ともいえる連射速度をさらにさらに上げまして、スラグ弾で射程距離をアップ、アタッチメント調整でエイム速度や機動性をさらにアップさせてみました。すでになんだか性能モリモリで最強の匂いがしてくるカスタムなんですが、よかったら皆さんも真似してみてください。それでは早速試合の方へレッツゴー。さあやってきました、ブレーンベルフホテルのハードポイント、やっていきたいと思います。さあ、レキはね、普段ショットガンあんまり使わないからちょっと苦手な部類ではあるんだけど、この新武器くんの力を借りて頑張っていきたいところ。行きましょう、レッツゴー。さあ、スモークとかうまく使って立ち回っていきたいね。お、いい感じいい感じ。お、なんか同じ武器使ってる人いない？いたね、いたね、いて。あ、なんか一般通貨がいるよ、一般通貨がいるよ。助かった。うわー、あっちで湧いてる、めっちゃいるめっちゃいる。さあ、ポイント守っていきたい。さあ、次のポイントいきましょう。さあ、同じ武器使ってる人が敵にもいるよー。これは次のポイント行きたいね。おっと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 。おお、その距離やれちゃうんだ。その距離もやれちゃうの？ひー、恐ろしいこの武器、恐ろしいこの武器。さて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 、燃えてる、レキ燃えてます。ロングショットが決まっていくね。さあ、ここの上の拠点どう行くか。それやれちゃうの？いいんですか？いいんですか、それやれちゃって。いいんですか、いいんですか、それやれちゃって。 V トールくん出ちゃったよ。
出会い頭もやれちゃうね。わ、圧勝だ、圧勝きた、ナイス。いや強かったねそれやれちゃうのみたいな距離感でさ、何度も打ち合いに勝ってたから、いや強かったねあんまりショットガン得意んじゃないんだけど、レキそれでもやれちゃうね。ということで今日は少し短いですが、この新武器ショットガンの威力をね十分皆様にお伝えできたと思うので、この辺りで終わろうと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは、おつれきー、バイバーイ。